ルコ株。アイシェアーズ MSCI トルコ ETF。キネイマルと申します。アリスよ、よろしくね。今回は、トルコ株全体に投資する ETF である、アイシェアーズ MSCI トルコ ETF の紹介です。まずは、この銘柄に投資した理由から。1、割安 PR が低い。2、国としての魅力。3、原油価格の下落。4、トルコストリームの開通。次に銘柄の評価。割安度は、割安。将来性は不明。リスクは高い。ハイリスク、ハイリターンね。みんなが手をつける前に買うという考えです。人気になってからでは遅いものね。次に、銘柄紹介をするわね。アイシェアーズ ETF は、世界最大の資産運用会社であるアメリカの、ブラックロック社が運用する上場投資信託 ETF です。投資信託というのは、運用会社が投資家から集めた資金を運用する、金融商品のことよ。本当はもう少し複雑なんだけど割愛するわね。ETF はその投資信託を株式市場に上場したもので、いつでも市場で売買ができます。次に、MSCI トルコとは、アメリカ MSCI 社が提供する、トルコの株式指数のことです。つまり MSCI のトルコ株式指数に、連動するようブラックロック社が、運用している上場投資信託というわけね。これは日本市場では買えるのかしら？いいえ、この銘柄は日本には上場しておらず、アメリカで上場しています。外国株式口座が必要ですね。割とハードルが高いわね。手続きが大変ではなくて。私の場合は、SBI 証券で口座を作ったのですが、こちらの外国株式、というところをクリックして、審査が通れば使えますよ。そうなの。動画が終わったらやっておくわ。次にブラックロックのサイトを見ながら、詳細を説明していきます。2020年1月17日時点で、価格は 28.94 ドル。経費率は 0.59%。ETF にしては経費率がお高い感じがするけど。良い指摘ですね。ETF や投資信託は経費率が肝ですので、他と比較してみましょう。これは SPDR ポートフォリオ米国大型株式 ETF ね。経費率は 0.03。現時点で一番安い銘柄ですね。先進国 ETF と発展途上国 ETF では規模が違うので比較できないのでは。はい、ですので次は発展途上国 ETF で、一番経費率が低い銘柄です。アイシェアーズ MSCI メキシコ ETF ね。こちらの経費率は 0.49%。同じトルコの銘柄はないの？それと比較した方が良いと思うのだけれど。他にトルコ株で買える銘柄がないか探したところ、日本に投資信託が2銘柄ありましたのでそちらと比較しましょう。どちらも同じような経費率だったので、大体の数字を紹介しますね。信託報酬約2、信託財産留保額 0.3、売買手数料は今は値下げされてただですね。信託報酬だけ見ても、アイシェアーズの 0.59% と比べると3倍以上ね。トルコ株に投資するならアイシェアーズ一択だわ。アイシェアーズトルコ ETF についてもう少し詳しく見ていきましょう。ファンドの実績は、ここ1年は好調だけどその前は下落トレンドだったようね。2019年は中盤で大きく値を下げたものの、年末にかけて持ち直してます。次は、ポートフォリオ特性ね。PR が非常に低いわね。7.95 倍と大変割安です。私が投資に踏み切った大きな理由の一つですね。PR をざっくり説明すると、会社の価値を1年の利益で割った値ね。投資を何年で回収できるかを表し、数字が小さい方が、会社の稼ぐ力に対し割安なことを意味するわ。ざっと銘柄の紹介をしたところで、なぜ私がこの銘柄に投資したかについて詳しく説明していきます。1、割安 PR が低い。これは世界の PR と PDR のグラフです。左が PR で右が PDR。今回は PDR の説明は省きますね。オレンジの方に注目してください。インドは23倍、アメリカは22倍。この辺は割高ね。今日のテーマであるトルコはというと、ずっと下がって下のページへ。このデータを取った時点だと、PR7.6 倍ね。7.6 年で会社の時価総額と同じだけ稼ぐのですから割安と言えますね。なぜこんなに安いのかしら？そこが大事なポイントです。分析していきましょう。トルコ株が割安な理由。1、国内外で問題だらけ。2、アメリカからの経済制裁による通貨下落。1はクーデター未遂、クルド人との紛争、シリア難民流入などでの国の乱れ。2は、トルコがテロ容疑で拘束していたアメリカ人牧師を、アメリカが解放を要求したのですが、それを蹴ったため、経済制裁を受けた。それによりトルコ通貨リラが急落しインフレになった。一時は 25% を超えたが、国のインフレ対策などもあり、最近は 10% 前後に落ち着いている。治安問題、外交問題、通貨安で投資家から敬遠された結果、株安になっているわけね。はい、ただ最近は治安面、経済面で落ち着いてきているため、チャンスありと判断しました。2、国としての魅力。1、世界的な観光地。オープニングのブルーモスクがあるイスタンブール歴史地域など、世界遺産も多く、EU からも近いので観光地として栄えているわね。2、人口増加率の高さ、豊富な若い労働力。2018年は、約120万人増え、人口増加率は 1.5%。3、立地の良さ。ヨーロッパとアジアの中間に位置し、中継貿易地としての強みがある。3、原油安。トルコはエネルギー自給率が低く、原油安は物価下落につながる。インフレの抑制になりますね。4、トルコストリームの開通。
ロシアの天然ガスをトルコと欧州に運ぶ天然ガスパイプラインで、2020年1月8日に開通した。トルコは安く天然ガスが買える上、EU への中継地として発展が見込める。今回のまとめ。アイシェアーズトルコ ETF。プラス面は、割安、国の安定化、パイプラインの開通。マイナス面は、リビアでの戦争、再び不安定化する可能性。リビアでは、暫定政権とリビア国民軍に、それぞれトルコとロシアが支援し、代理戦争に発展しているわ。今回はいかがだったでしょうか。皆さんの投資のお役に立てれば幸いだわ。今後も投資に役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。